皆さん、こんばんは。今日は2022年4月18日月曜日です。 4月18日、ウクライナの情報、戦場の情報についてですが、ヘルソンについて、こちらにありますが、オデサ、こちらにあって、上はキーフですが、こちらはマリュポリとなりますが、ヘルソンについて、ロシア軍は3月3日、この途中市を占領しました。ウクライナ軍はヘルソンを取り戻そうと頑張っています。 ウクラナ軍は現在2万人ほど、そして3つのチームに分けてヘルソンに向かって行っています。ロシア軍に対して、にとってですが、ヘルソンという地域は非常に大事な場所ではありますので、もしこのヘルソンの地域がなくなってくるとですね、クリミアまで進行してくる可能性が 出てきますので、現在、ロシア軍はヘルソンを占領はしています。ただし、撤退の準備もしています。もし自分らが守ることができないと、橋を二つありますので、橋を崩壊させて、ウクラナ軍がこれでクルミアまで来れないようにしています。橋に 爆弾を仕掛けていますが、原因がありまして、ロシア軍は現在主にドンバス地域に力を入れていますので、ヘルソンにおいてそのロシア軍は減っていくだけなんです。また、ロシア軍の空軍ですが、ドンバス地域、あるいはウクラナ側の武器の倉庫とか基地などを狙って、 攻撃していますので、ヘルソンに対してこの支援ですね、できていないんです。クリミアに行っているロシアの空港の数は少ないです。また、クリミア地域において、その精度の高いミサイル、あの爆弾はないので、飛行機が低く飛んで、 コストの安い爆弾を、まあ、投下、上から投下する自由な可視器ですが、それだけでやっています。ただし、実に、うん、危険です。攻撃されていますので、ウクライナ側は携帯式対空ミサイルを持っていますので、現在、ロシア側の SU-34 戦闘機3機、そして SU-351 機、そしてみんなですね、携帯式対空ミサイルに打たれて墜落しました。 また、ロシア軍はヘルソンを占領して、現地でその行政とか役所、政府の機構の設立はしていないんです。少なくても通常の考えとしたら占領しました。 現地の住民に対して、やはり、そういう物資とか、生活用品を渡すとか、そういうふうにすると思います。ただし、ロシア軍、自分自身ですね、食料品で困っているんですね。余裕はないんですよ。また、ヘルソンでは、ずっと小さい規模の戦いは起きています。 現在、ウクライナ軍は5キロから10キロほど離れたところで来ましたと。この状態でしたら、ロシア軍は1週間持つでしょうかと言われていますが。現在、ウクライナ側、ロシアの戦車を集めてポーランドに,に送っています。鉄道で送っています。うん、まだ使えそうな戦車。でも修理する必要はある戦車を送っています。 ウクライナには戦車の工場はありましたが、戦争の前から倒産あるいは動いていない状態です。なので、これでポーランドに送ろうと。しかし、ロシア側は逆なんですよ。ロシア側はその戦車の製造の工場は生産停止となっていますので、また、最初はロシアも持って帰って修理しようとしましたが、現在は修理も不可能となりました。 なぜなら、戦車だけではなくて、すべての中装備もそうですし、ミサイルもそうですし、みんな生産はできないんです。使って減るだけなんです。なぜなら、ロシアには半導体とか部品がないからです。つまり、これからロシア側の武器にしても、戦車にしても、どんどん減っていくだけなんです。でも、ウクライナはみんなから供与されていますので、多くなっていくでしょうと言われていますが。 ドンバス地域についてですが、ウクラナ側は、ロシア軍の、えー、その12回の攻撃を受けて反撃しました。そして、今は大丈夫ですよと。ロシア軍は戦車10台、そして逮捕5台、ヘリコプター2機、装甲車5台、攻撃したよというふうに発表されました。 そして、ドンパス地域のギリギリのところですが、イジュムに対しても、ウクレナ軍は攻撃しています。ただし、成果はまだないんですね。マリウポリについてですが、えー、昨日の動画でも話をしましたが、ロシアは、えー、TU-22 と、えー、いうものですね、戦闘機を出動しました。その戦闘機に FEB-3000、FE えー、ハイフォン、MS46 爆弾を搭載して、マリウポリの製鉄所の上空から投下しました爆弾ですね。この爆弾というものは、えー、ソ連製ですので、あのー、中部でもそうですが、爆弾の王様。 だと呼ばれています。しかし、王様というのは、えー、この3000のお兄ちゃんですね。9000のことです。f a b 3 0 0 0というのは3トンです。f a b は、5 0 0 5は6トンです。f a b 9 0 0 0は9トンです。なので、一番の爆弾の王様は9トンのものです。9000です。しかし、今回、ロシア側の話ですが、今回使用したのは3000です。 当然ですが、一番サイズは小さいものですよと。製鉄所に行っているウクラナの収益に投降のチャンスを与えようと。もし我々は救世主使ってしまうと、もう全部ですね、さらちになってしまうので、あるいはさらちにならなくても、衝撃波で地下にいているみんなは亡くなるでしょうと。 いくら、その、分厚いですね、壁の後ろに隠しても無駄ですよ、というふうに、まあ、脅迫ですね、されていますが。え、聞いた話ですが、9発投下されたというふうに聞いておりますが、しかし、現在の情報では効果ないでしょう、と言われています。なぜなら、この場所ですね、製鉄所ですが、当時、ソ連の時代に、この製鉄所は作られていました。 当時の基準というのは、軍事基地の基準で作られていました。当然ですが、この爆弾はあのソ連製のものですので、自分でも破壊され、まあ、されないように作っていたというふうに言われています。なので、 あの、ただ9000は分かりませんが、まあ、どんなことでもするでしょうと思いますが、この 2TU22 戦闘機ですが、通常、この爆弾は非常に重くて、FEB3000 であっても、あの、1.4トンか1.6トンの爆弾となりますので、重さ。なので、まあ、2つとか4つとか積みますので、 これが普通の戦闘機でしたら詰めないらしいんですね。非常に重いものですので、やはりもうそういうふうに言われていますが、中国はやはりこの CU-22 爆撃機もですね、あの、真似して作っていますが、中国の戦闘機は全てですね、ウクライナのデザイン。 か、まあ、ロシアから買っているか、あるいは、ロシアのエンジンですね、使っているか、どちらかですね、戦闘機がなってくると、中国は、まあ、ロシアはこのレベルですので、中国は、これを見て、あの、今非常にですね、怖がっていると思いますよ、中国側ですね。自分の戦闘機も、ロシアより絶対下ですので、 この TU-22 爆撃機は高い上空で飛んでいますので、通常の防空システム、防空ミサイルは届かないらしいんです。ロシア側ですが発表されました。今回は小さい爆弾を使用しますので、次は大きいものを使うよというふうに脅迫されていました。プーチンは戦場の戦いを見ていて、国内においても内部の掃除をしています。 ロシアがウクライナにその侵攻する前ですね、米国の専門家がウクライナに行って、ウクライナの政府、軍のパソコンシステムを調査しました。そのシステムにはスパイソフトを排除しました。スパイソフトはロシア側に仕掛けられたでしょうと言われていますが、これは先月の話ですが、プーチンは、えー、暗殺チームを派遣しました。 しかし、ウクライナの国境戦でみんなですね、捕まられていました。当時私は動画で話をしましたが、暗殺チームには、身元にですね、あの、リストがあります。ゼレンスキー大統領も乗れ、ま、乗せてられていますし、そしてキーの市長なども、政治家ですね、要人、あの、名前はの、ま、乗られていました。 当時動画で言いましたが、ロシアの国家安全局の内部には情報を漏らした人はいているというふうに私は思います。そして、情報ではそのチームの行動のルートと時間をウクライナ側に提供していました。 先週プーチンは安全局の中にスパイの調査をしました。今までは調査はしなかったんです。でも、やはり調査すると大騒ぎとなってしまうので、できるだけ静かになってから調査しようとしていたんです。 現在、ロシアの安全局、第5局というのがありますので、国際関係局の局長ですね、バサダ、ベサダという方ですが、軟禁されているというふうに聞いておりますが、 現在、モスクはレフォートーブっていうところですが、刑務所にいていますが、このレフォートーブっていうところですが、とても歴史のある刑務所であって、ロシア帝国の時にありまして、スターリの時代になって、あの、有名になったんです。中に入って 行くくととですすね入るる出ててことは難しいい言われていますそして自分はどんなに意識ですね、意志が強くても、絶対に言わないっていうふうに決めていても、中に入ると何でも言ってしまうというふうに言われています。でも、これはスターリの時代であって、今になると違いますね。 お金があればいいんですよ。そして、まあ、刑務所もそうですが、軍も同じレベルなんですが、一番腐っているのが刑務所と軍なんですよ。現在彼は起訴されていますが、訴えてられているのが腐敗です。これは中国も同じなんですが、軍の長官はいつも腐敗で逮捕されていますが。 現在、ロシアの内部、第5、えー、情報局のせいで、ロシア軍は失敗しているというふうに判断されています。やはり情報は漏れてしまったり、そして戦争の前の調査とか、特に国際社会、先進国のみんなは、今回は急に一つとなってしまって、みんなウクライナを支持するというふうにロシアが判断していますが、プーチンは 米国の元大統領、トランプさんの訪問を期待するというふうに言っていました。この発言を受けて結構みんなびっくりしましたけれども、トランプ大統領はイメージとしては結構独裁者と仲が良いというふうに言われていますが、例えば、あの、北朝鮮の金正恩とも話は普通にしましたし、あの、中国の習近平とも関係は実に悪くないんですよ。普通に仲いいんですね。 そして、まあ、プーチンとも何回か話をしましたし、あの、ただし、それはあくまでも噂でしょうと思いますが、あの、まあ、今回ですね、オーストリアの首相は前日、ロシアに訪問に行きましたが、プーチンと会談しました。会,会談の内容としては、プーチンはやはり自信満々ですよと、絶対に処理するですし、そして、自分はもう処理しています、と言っています。 そして、戦場の戦いはとても順調ですよと、予定の通りではないんですが、でも順調です。そういうふうに言っていましたね。これが、あの、すごいと思いますが。 まだ、もうすぐ処理するよというふうに言っていました。やはり、プーチンは自信満々ですね。そして、マクロン大統領は、ロシア軍のそのプーチャーでのことを、ジェノサイドだと言えませんというふうに言っていましたが、これで、ゼレンスキ大統領に迫られて、マクロン大統領は説明をしました。やはり自分は EU の議長国として、まあ、順番ですが、 ロシアのことを絶対的に否定してはいけないというふうに判断されていました。EU の代表として否定してしまうと、プーチンとの話し合いはもうこれでできなくなってしまうと。そうすると状態がさらに悪化するでしょうし、 戦場の拡大になってしまうでしょうと。そうするとみんな困ります。そういうふうに説明されています。つまり、あの、ブーチャーでのことをジェノサイトとは言えないというのは、マクロン大統領の戦略でしょうと思いますが、しかしトランプ大統領はロシアに行くでしょうがわかりませんが、注目したいと思います。私としては、もし戦争を とめてくれたたらですす。ね、期待したいと思い思ますなぜならプーチンは多分あのそういうトランプさんに対してまだ心は開けるとかあるいはトランプさんに対してまだ話は できるでしょうと。なぜなら、バイデンに対して、もう話し合いはできない状態なんですよ。バイデンは、あの、大統領となった、1ヶ月ぐらいでしょうか。すぐに、あの、プーチのことを、もう、キュラーと言っていました。殺人鬼というふうに表現されていましたし。 バイデンは結構、あの、プーチン大統領と,とのルートですね。話し合い、直接の話し合いのルートは自分から来ているというふうに私も思います。なので、 現在、マクの大統領にしても、あの、ドイツにしても、あるいは、その、あの、他の国にしても、みんなプーチンと話し合いをしていてもですね、なかなかプーチンは応答しないんです。真面目に対応してくれないでしょうと思いますが、やはり一番話し合えていできる相手は、やはりアメリカというふうに思っていると思います。みんな自分より下っていう、 イメージなんですね。なので、プーチンはこの性格ですし、もしトランプが行って会談して、この戦争をまあ止めましょうと、やめてくれたら、これでいいでしょうと、私は思いますが、ただしですね、損害賠償とか、クリミアなどについて、トランプさんは話を、えー、されてるでしょうかと思いますが、期待したいと思います。欧州には議会がありまして、今回、ウクライナに一番新、 支持したのはポーランドでしょうと思いますポーランドは一番見立てていますので、ポーランド側は提案しました。ウクライナは現在、NATO に加盟するというのは未定ですし、そして EU に加盟するのも時間がかかりそうです。そうすると、ポーランドとしてウクライナと 同盟国になりましょうかとえ、軍事的な同盟国ですよというふうに考えを発信されました。まあ、これがポーランドの作戦でしょうと思います。もしポーランドが、まあ、ウクライナと軍事的な同盟国の関係となってくると、ポーランドは今ですね、参戦しないといけないんです。つまり、ウクライナと一緒に戦うことなんです。 現在、ポーランドは何回か参戦したいという考えを出していますが、例えば軍隊を派遣しようかとか、平和維持部隊を派遣しようかとか、そういう考えを出されています。ただし、全部、NATO 組織に止められています。もしポーランドが参戦して、 ロシア軍がポーランドに攻撃してしまうと、NATO も参戦しないといけないんです。そうなってくるとかなりややこしくなってくるでしょうと思いますが、ポーランドのこの考えを発言されると、みんなびっくりしました。 え、ドターという大統領ですが、ポーランドの大統領、あまり周りのことを気にしないで、思ったことをやっているというイメージではありますが、今回、ウクライナに対してその支援にしても、n a のみんなとの話し合いする前に先に行動していたんです。しかし、本当に軍事的な同盟国となるでしょうか、注目したいと思います。 EU の議会ではまだ新しい制裁を考えています。例えば、ロシアの他の銀行に対してさらに制裁しましょうかとか、石油の制裁なども考えています。ただし発表はされていません。目的というのは、ロシアの収入を遮断することです。現在、5月9日までに、 終わらないでしょうと思います。今年年末までかかるでしょうと、この戦いですが、そういうふうに言われていますが、しかし、e、EU としていろんな制裁は考えているでしょうが、現在は動けない状態なんです。 原因というのはフランスの大統領選挙なんです。4月24日まで、e U は行動しないでしょうと思います。つまり、マクロン大統領選挙に影響したくないので、選挙が終わってからになると思います。マクロン大統領の、まあ、ライバルの方ですが、ルペンさんはマクロンと全く完全に逆な 方針を出して選挙に参加されています。まあ、この大統領は続投となると今のままですので変化はあまりないでしょうと思います。もしルペンさんになるでしょうが、待ってくると EU から離れたりとか、あるいは NATO 組織から 離れるかもしれませんので、そして、ロシアから普通に天然ガスとか普通に行動すると思いますので、語りとか、普通に自分優先ということでやっていく、そういうふうに主張されていますので、そうなってくると、まだややこしくなるのではないかというふうに思いますが、 ゼレンスキ大統領は昨日までマリウポリの製鉄所に対して、あの、ロシアに対してですね、これ以上攻撃すると話し合いはもうないですよと警告しました。しかし、次の日ですが、やはりまだ攻撃されました。このような爆弾、また3トンですね、使っていました。しかし、これは初めて使ったであって、これから6トンとか9トンになるかもしれませんが、 ロシアの大富豪政治家、アブラ・モビッチですが、スレンスキ大統領と話をして、 両国の首脳について話をしましたけれども、まあ、スネー大統領は、あの CNN の、ま、取材に応じて、はっきりと言いましたが、話し合いはもう応じませんと、話し合いもしたくはないですし、内容はドンバス地域とかなってくると、話し合いは一切したくないです。その必要もないです。そういうふうに言われて、そして我々は10年間の戦いに準備できているというふうに言われていましたね。 まあ10年間ですが、と。さっきは、e、EU としては、今年年末までかかるでいか、というふうに言われて、ゼレンスキーさんになってくると、10年間、この先10年間の準備できていると。かなり長期的に、あの、というふうに言われていますが、これが本当にどうかというふうに思いますが、10年間ですか。 ま、これは、あの、一つの表現でしょうかと思いますが、ロシア側はですね、もう、1年とか2年でも持たないと思いますよ。なので、これ10年は、10年間というのはあくまでも表現でしょうと私は思いますが、まあ、当然ですが、10年間となってくると、ウクライナの国民もみんな大変ですので、やはり自分の戦場で、自分の国の中で、 10年間戦うっていうになってくると、これはありえないでしょうと思いますが、まあこれはあくまでも表現でしょうと、一つの、まあおとろしという意味ではあるでしょうかと思いますが、この動画はここまででしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。